はい、堀ちゃんです。今日はですね、2回目プロスピ交換会結果が出ましたんでね、結果確認していきましょう。さあ、何が来てくれるのか、来い、結果を確認する。怖っ。はい、さあ、いきますよ。1体目。おお、ランダムボックスから。あれ、これショートの人じゃん。 S パークの人当たってるやん。さあ、次チームは、あれ、これ誰だ。え、カープの、カープ、中川圭太、なるほど。さあ、りゅうちゃんのね、第2回交換分はこちらが当たりました。全部受け取っていきましょう。1回目こちらだったね。2回目こちら、中川圭太、俺初じゃないか。はい、入手順に見ていきましょう。はい、次チームが中川圭太選手ですね。まあまあ、どこでも守れた気がする。はい、守備めっちゃいいよね。全部ほぼ守れるやん。ショートとキャッチャー以外いける。強っ。流し打ちの走塁のチャンス。なるほど。なんか足の速い選手が多いな、このなんか交換会。やっぱりそうやな。さあ、上川畑選手ですね。この人ショートやんの。めっちゃうまかった気がする、この人。ショート、じゃない。このショートの人。とあと、何、オリックス戦見とって、あのショートめっちゃうまいってなった人でね。いやー、手段どうなんよな。でもショートうまいな。めちゃめちゃうまいな。そして林浩太選手かな。ナイスです。いやー、きついな。サードがめっちゃおるんよな。サード多いんよ。ここはね、ちょっと、多いからな。なんとも言われへんな。こう、もう一回この選手をそのまま出すっていうのはありかな。うん。まあ、同チームをどうするかよね。うん。まあ、同チームなんだ。同チーム交換ボックス、これを、あ、イチローさん出せるやん、俺。イチローさん、出しましょう。この第3回に。出しましょう。行こう。着手しとる。さあ、2022年交換会は、これさっきの林選手出そうかな。申し訳ないね、いただいたんですけど、サードね、めっちゃいるんで、すいません、違う方で。こういうのもありやと思うよね、この交換会。さあ、ランダム交換ボックス、ランダムなんで、古い選手いこうかな。さあ、この2021年シリーズ2の、方いきましょうか。はい、レフトはね、正隆さんいるんで。ということで、第3回こちらの提出になりました。イチロー出してみました。はい、 いやでもイチロー今欲しいって思う人は少ないと思うからな。うん、まあいっか。はい、そしてリアタイプラチナランク3になりました。もうでもね、負け越してはいる。うん、負け越してはいるんやけど、ほら、50勝52敗でね、負けばっかりなんですけど、なんやろな、なんか3連勝とかあったり、2勝1敗とかで、コインかな、あれは溜まって、そう、プラチナランク3まではいけました。まだまだ下手なんですけどね。あとはその、なんやろ、このクロートとか、なんかそういうのね、時短位、あれを上げていくんかな。これは意識してることは一緒で、もっとね、流しだったり引っ張りっていうのをしっかりすることと、お願いします。なんだっけ。そして最近ね、やってるのが、何、これ今強振で打っとんやけど、強振ね、ミート打ちにもね、したりする。長打警戒とかしてきたらミート打ちにしたりね、なんかそういうのをしてみたりしてます。まあ、でもヒットはね、ちょっと増えたかなっては思う。あれ、さあ次の球、ここストライク取りに来る。おー、ボール。さあ、イチローさん出たら厳しいですよ。はい、さあ走るか、どうするか、走るか走るか走らないか、どうしよう。速い系できたいよね、盗塁が気になるもんね。はいはいはい、ないです。やべ、盗塁したらよかった。あれ、もうストライクボール見分けれるわけかな。ストライクだった。あー、早かった。はい、惜しい。
惜しかった。俺、うがいは全身なんでね、このまま強襲で行きますよ。フォーク、めっちゃ落ちる。岡本、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況によって。いや、マジかー。今のでゴロ転がるんか。タイミング早いんだろうな。うん、まあでもね、ヒットで2本出てました。さあ、ツーシーム、インコース、インローに限定、オッケー。いや、これいいね。あぶねえ、パワー買った、よかった、あぶねえ。じゃあここのね、アウトローの甘い、あぶな、危ない危ない。フォーク見せていく。じゃあストレート、ボールでいいよ、ボールでいいよの場所じゃなかったな今俺な。ここベストピッチ引っ掛けるでしょう。はい、よし、長径、ここでね、こういうね、なんか、なんかミート打ち、こういうのをして、打率ね、がっつり上げております。これ。はい、これがヒットになる。ね、これこれこれ、長径が、なったら、長径になったらね、ミート打ちみたいなね、こういうのしてます。フォークで来るやろな、さっきフォークでゲッツ取れたし。はい、マジかー、正面広角出てるんで、このまま坂本さんでいきましょうか。いやー、マジか、厳しいよね今の。あー、ツーシーム嫌いだ俺。アウトコースですか。はい、おい、いって、ナイス。さあ、ここでもう畳みかけるための選手交代、デッドさん行ってこい、行こう。いいよ、パワーヒッター、選球眼、シュークレーン全部出てくる。そうですね、早かった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 、今のは分かった、話すときに。あっ、やった。はい、デッドナイス、足も速い。はい、さあここはもうちょっと買いでいこうか、キャッチャー買いで置いておきたい。ワンアウトになってもいいしね。よっしゃ、ナイス、買いのヒットが生まれてくる。さあ交換会に出したイチロー、ここにイチローじゃないけどな。さあ前進守備いいんですか、イチローさん、超えていきますよ、ご縁があった。マール、ここでガンって言っておきたいな。ボール、ボール、オッケー。さあここはフォアボールでもいいと思ってるんだな。いや、打ったかったな、絶好球。はい、ワンスリー、スリーワンっていうんかな、今スリーワン。いや、マジかー、流したらよかったな、流したらよかったな。まあまあまあ2点ゲット、オッケー。さあインコースの低めにカットボール、ファウルだろ、マジかよ、広角で取ったやん、今の入るんや、つらいな、マジつらい。抑え、行こう、松井裕樹、広角消えへん、マジか。さあフォークへ、終わらす、よっしゃ、危な、これ交代してくる、しないのか、引っ張り警戒、うそやん、うそやん、同点になったやん、最悪、マジかよ、ホームランはいらんかったな、同点か、オッケー、ゴー、よし、勝った、危ねえ、あぶねえ、あぶねえ、勝利ということで、打率上がったりゅうちゃんでした。そして交換会第2日目はどうだったでしょうか、コメント欄で一旦教えてください。そうだ。